はいどうもベッシュです。プロスペースやっていきたいと思います。今回はですねアニバーサリー第2弾ガチャやっていきたいと思いますと言いたいところなんですけども、やらかしました。結構やらかしてる。いやだいぶやらかしてる。一個はですね、先日 S ランク自チーム契約書シリーズ2確定のやつを引いたんですけども、それ友達と引いてて、まあどうせまあ俺の目当ての選手こうやろうと思って引いたんですよ、友達と一緒に。ほんならまさかの中村翔吾選手当たってしまって、いやそれほんま動画にできなかったのがちょっと悔しいですね。でまあそれはまだ序の口ですよ。2個目ですよ。2つ目、前にやってたイベント、スペシャルミッションの前ですね、ドリームキャラバン、あれとりあえず10周目まで行って完走はしたんですよ。でその後にキャラバンメダルの方を引いていこうかなと思ってたんですけども、すっかり忘れてまして、1万枚ぐらいのキャラバンメダル全部なくしました。ほんまにあった。多分あれ引いとったらエナジーもまだあったと思うんですよね、今以上に。だからほんまにあったなと思って、俺こんな見逃すのゲームで初めてやと思う、ほんまに今までやってきて。まあそんなんどうもこうも言うのもしゃあないんで、とりあえずガチャ引いていきましょうってことで、選手能力見ていきましょう。森友哉選手、いや欲しいね。今確か2019のシリーズ1で持ってるんで、更新がてらしたいですね。やっぱり能力も上がってるんで。千賀選手、いやー9位スタミナ A か。ほんでね、カーブも追加されたんですよね。欲しいよほんまに。涌井選手、いやー涌井さんもね、だいぶ能力値上がってると思います。高速スライダーやったらもっと多分やばかったんでしょうけどね。鳥谷選手ね、まさかアニバーサリー選ばれると思ってなかったんで、まあ多分あれかな、鳥谷ファンの方が多分投票したんじゃないですかね、阪神の方々とか。だからマーティン選手が選ばれなくて俺はちょっと残念ですね。まあ鳥谷選手も嬉しいですけども。宮西選手、9位制球 A はだいぶでかいんじゃないかな。やっぱリアタイでも使えるんかな。俺は結構多分宮西さん得意な方やと思うんですけどね。吉田正尚選手、欲しいね。今限界突破5まで行ってベスト9のやつなんで、まあ、更新も兼ねて欲しいですね。岡本和真選手、いやー能力値いいね。バッティングのアーチストでもいいと思うんやけどな。いやー欲しいねほんま。構えも打ちやすそうやからな。佐野啓太選手、怪我してても今首位ラッシャーですよね確か。梶谷選手並んでんかな確か。 DH で使うのありですね。西選手、いやー西選手も欲しいね。9位多分これ称号つけたら A になるから絶対ですよ。堂林選手はラインドライブか。まあせやな、今一応中村拓也選手いるんで、まあまあいいかな。うん、 A ランクもないですしね。大野選手、いやー大野雄大選手ね、オール A なんすね。いや大野選手も欲しいね。今年無双してますよね、ほんますごいと思う。山田哲人選手、いやー哲人選手欲しいね。哲人選手ほんまに哲人選手欲しいわ。浅村選手もいいですけどね、やっぱ能力がねやっぱでかいっすわ。ミートの称号もつけたらオール A になるんでね、欲しいわ。はい、ってことでアニバーサリー引いてから、こちらの、自チーム S ランク契約書じゃない、マンスリーガチャですね、プレゼントスカウト、こちら後で引いていきたいと思います。でその後に S ランク契約書あるんで、ドリームキャラバンのあれも引いていきたいと思います。まあお目当ての選手は、欲しい選手は森友哉選手、千賀選手、涌井選手、鳥谷選手もいいですね。宮西選手もまあいいですね。吉田正尚選手、岡本和真選手、佐野啓太選手もいいですね。西選手、大野雄大選手、山田哲人選手ですね。この辺りですね。では早速いきましょうか。では行きましょう。さあ一発目から来てくれるんやで。はい、レッツゴー行こうぜ。レインボーまで行ってんやで、ここも。さあ、来い。行くやろ。来てもええのに。いやー、これはちょっと厳しいかもな。おお、当たった。ってことは、あるんちゃん。あるやろ。来い。来たー、佐野啓太選手。よし、よし。オッケー。ええぞ。まだ来へんじゃない。まだ来るかもったくな。いや、でかい。幸先良くない。いや、ほんまに、佐野啓太選手、ほんま、ええと思う、多分。あー、高木京介選手2枚。いや、でかい。これはでかい。
あるぞあるぞ。ええ感じや、ええ感じや、ええ感じ。さあ、2回目いきましょう。2回目は A ランク以上、また確定ですね。S ランク確定なんですね。よし、次いぞ。おー、イラツゴちゃうんかい。さあ、超えてんやで。それはあかん。それはほんまになるやつで。で、止まるやろ、どうせ。長尾やろ。こういうんか。わらはない。まあ、A ランクだけかな。S は多分ないかな、これは。さあ、最後。スパンジェンバーグ。スパンジェンバーグ選手ね、ほんま、ロッテ戦の時なんか、バカ打つんですよね。ほんまに怖い。さあ、ということで、3回目。アニバーサリー、一人確定ですね。佐野啓太選手以外でお願い。ほんまに。で、フラグとかもそういう問題じゃなくて、そういう問題じゃなくて、ほんまに、それ以外で生きてほしい。じゃあ、行きましょう。最後。おい、レッツゴー。いいよ、いいよ。確定やからな、でも一応。超えていいやで。2枚引きでもいいやで。それ以上来てくれてもいいやで。いやー、ほんまに。さあ、頼むで、ほんまに。これ多分あれやな。ラスト1枚だけぐらい、1枚だけかな、多分。さあ、ラスト。さあ、第1弾、第2弾や。間違えた。来い。よし !OK! 西脇選手。OK、OK、OK。ええんちゃう、ええんちゃう。さあ、これで自チームどうしよっかな、やな、ほんまに。ここであとどれだけ来るかやな。さあ、頼む。森友哉選手欲しいな。一番欲しいかもしれんな、今。正尚選手も欲しいけど。さあ、4回目。寂しいって。それはあかんって。はい、レッツゴー。いいよ、レッツゴー。OK、レッツゴー。これでいいんやで。あかんってだから、リリース早いね。終わんの。真顔やめてくれよ。登る。これはない。ええかな。来ない。あっ、セラス。あ、これは来へんな、多分。オッケー。さあ、5回目。行こうか。頼むで、ほんまに。いや、もう流れ星とかもう月すらない、なんなら。いや、もうほんまにあかん。そういうのはあかんで、ほんまに。流れ悪いから。超えてんやで、別に。超えてもええんやって、ほんまに。さあ、これ自チームどうしようかな。ここで多分けえへんやろうしな。流れ悪い、ほんまに。さらそう、ええ。はい、オッケー。はい、自チーム決めました。自チーム、今回、森友哉選手で行こうと思います。まあ、そうですね。正尚選手は去年のシリーズ2のベスト9なんで、まあ、まだいけるかな。うん、まあ、S 当たってほしいけど、とりあえず、森友哉選手の更新したいんで、ちょっと森友哉選手狙っていきます。ってことで、まあ、確定ですね。自チーム。さあ、2時まで1点やで。あかんな。ほんま、確定分だけやな、多分。笑わんのかい。はい、ってことで、森友哉選手だけっすね、多分。はい、ってことで、森友哉選手、あります。さあ、ここで森友哉選手ゲットできたから、ほんじゃ、あとは、自チーム S ランクですね。はい、自チーム決めました。まあ、正尚選手か山岡選手狙いで、オリックスで行こうと思います。ってことで、行きましょうか。おい、絶好調。いいぞ。そして一線を越えていく。まあ、あれですね、足の稲妻はなかったですね。さあ、山岡選手か正尚選手。頼む。あ、ディクソン選手。
まあディクソン選手もいいけどな。はい、ということで、S ランク契約書ドリームキャラバンのやつ残ってるんで、こちら最後引いていきたいと思います。ということで、よいしょ。あ、いや今のほんまに流れ悪かった。ちょ、もう一回行こう。これで行こう。ラスト行こう。さあ誰が来るかな。 S ランク被ってない選手だったらいいけどな。さあ誰が来るんでしょうか。あー、騎士選手。騎士選手か。まあね、リーゴーダは強いと思うんですけどね。リア対的にはちょっと厳しいかな。はい、ってことで今回はここでおります。残ったエナジーは選択契約書かな、あると思うんで、まあ、そちらまでにギリまで貯めたいと思います。まあ無理だったらもう次はベスト9かなかなんかで、まあやろっかな、行こうかな、かもしくは次のアニバーサリーですね、来年のアニバーサリーまで置いとこうかなと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でバイバイ。